はい、じゃあ問いの5番やっていきましょう。問いの5番は自分でこう英文を作るっていう問題で、で特にね、これ文全体この問題バーっと見たときに注目してほしいのが一番下なんだよね。ここです。条件って書いてあるね。で、この条件を必ず見てください。見てからこう読んだ方がいいと思います。で、例えばここだったら何て書いてあるかっていうと、1番、students と watch を形を変えずに用いることっていうことで、もう答えの中に students と watch、あ、もうこれはこのまま使えばいいんだっていうね。もうこれが結構ヒントになったりするよね。で、しかも見ていくと、1に示した5を含んで、四角の中を5語以上で書くこと。これ4語とか3語とかね、条件クリアしなかったらもう×になるからね。あとはこのスチューデンツを使ってないとか、そういうのも×になるので、必ず条件見て、焦らず、あ、これとこれ使うんだなっていうことを理解した上で、しっかりとやっていってください。で、しかも3番、with their families at home on weekends につながる一文、一つの文章ね。一文になるように書くこと。まあこんな風に書いてあると。まあ特にね、1番2番あたりはしっかりと押さえてやってほしいなと思うので。で、これ、早速ね、中身確認していきたいと思うんだけど、直前あたりから行きましょうか。はい、ここに答えを入れなきゃいけないと。で、しかも、with their families。ちょっと括弧しとこうか。はい。with their families。長文の時またやりますが、前置詞のね、塊は、まとめて読むということで、with their families。彼らの家族と一緒に、アットホーム、家で、オンウィーケンズ、週末に、っていうことだよね。まあ、こんな形で、まあ、塊にして読んでいくっていうことなんだけど、まあ、これにつながるようにしなきゃいけないと。で、ちょっと確認すると、その直前で、なんて言ってるかっていうと、the most popular answer、最も人気のある答えはってことね。the most popular answer、最も人気のある答えは、was、それ何だったかっていうと、はい。ウォッチングムービーズだっていう風に言ってんだ。映画を見ることだっていう風に言ってんだね。OK。The most popular answer was watching movies. 最も人気のある答えは映画を見ることだったっていう風に言ってると。で、エミが尋ねるんだよね。なので、ここからまずつながりが来るなってことを考えてほしいと。あ、映画見るに関係することがこう入ってくると。で、さらにもう一個めちゃくちゃヒントになるのが、エミが尋ねた質問に対して、ここ、15 students っていう風に、ともやがアンサーしてるんでね。15 students、15人の生徒っていう風に言ってると。つまり、ここで何を聞いたかっていうと、数を聞いてるよね。人数を聞いてるよね。ということで、これで英語が浮かばないと結構きついなっていう風に思うのね。ということで、答えね、人数を聞くときの言い方、何人の生徒って聞くときの言い方で、ここに書きます。How many students? はい。How many students? 何人の生徒っていうふうに聞いてるんでね。で、この文章で、15 students、15人の生徒っていうふうに会話が成立するんでね。OK。ここでまず一つ目、students を使ってね。で、残り、映画を見ることって言ってるから、具体的に何人の生徒が映画見てるのって聞いてあげればいいのね。はい。ということで、答えね。ここちょっとね、間違えちゃった子多かったかもしれないけど、watch movies。これで答えになります。OK ですか ?OK じゃないかもしれない。はい。いきますよ。答えね。How many students watch movies? これで何人の生徒がウォッチムービーズ、映画を見ますかって聞いたんでね。家族と家で週末にと。そしたら、15 students っていう風に返ってきてると。はい。で、こういう、how many students、今さらっと訳したけど、何人の生徒が、みたいな形で、疑問詞を使ってるんだけど、主語の役割をしていると。こういうの疑問詞主語って言います。何人の生徒が、疑問詞であり、何々がっていう風に主語の役割をおっしゃってる。こういうのは疑問詞主語って言います。How many students? で、疑問詞主語が来た時は、もう、後ろに動詞持ってきちゃっても OK です。そういうルールがあります。なので、do you とか入れない。何人の生徒が見ますか ?How many students watch movies? これで終わりなんでね。OK ですか?ちょっと他にも例を挙げておきます。例えば、他の例としては、誰がっていうのも疑問詞主語です。誰が。例えば、誰がやったの ?Who did? 誰やったの ?Who did? 誰がしたのって意味になります。とか、誰がプレイするの ?Who plays? 誰がプレイしてるの
そんな風な意味になります。Who studies? 誰が勉強するの ?Who studies? こういう風に、誰が疑問詞であり主語になるものは、後ろに直動詞を持ってきちゃって OK ですよと。これちょっとね、結構間違える人多いから気をつけてね。はい。ということで、今回ね、問題の答えとしては、How many students watch movies なんだけど、注目しなきゃいけなかったところは、まず直前の、あ、映画を見ることが人気がある、答えだったんだな。じゃあ、映画を見るっていう関係の質問が来るなって考えると。で、質問が来るってことは、答えがちゃんとあるんだから、これに対応する文章を作ってあげましょうっていうことで。で、それを作ってあげて、さらに疑問詞主語。で、疑問詞主語が来たら、動詞が来るっていう知識が分かってますかっていうところが聞かれてるんでね。はい。ということで、この問題かなり正解率が低かったらね。多分ね、How many students ぐらいまでかけたんだけど、この後動詞持ってこれた人がかなり少なかった。自分の塾の、生徒もね、結構これね、当日ね、答えを再現答案って言って書いてもらったんだけど、How many students は結構かけてた。だけど、この後、do とか did とかなんかいろいろ入れちゃって、わけわかんないことになっちゃってたから、まあ、この疑問主語っていうところをしっかりと、わかんなかった人は復習しておいてほしいなと思うね。はい。じゃあ、問いの5番以上になります。